初技能検定ガイダンスを今から始めます。まずガイダンスの内容になります。今回ご案内させていただく内容は、秘書技能検定とはという内容と、メリット、それと試験、講座という4点についてご案内します。正式名称は秘書技能検定と呼びますが、今後説明に、ご案内に関しては秘書検定とさせていただきます。ではまず最初、秘書検定というものはどういうものなのかについてご案内します。秘書検定とはということで、よく皆さんが耳にする秘書というのは、会社の秘書というイメージが非常に多くあると思います。そうすると、秘書検定っていうのは、こういった秘書の方々の試験と考えがちなんですが、そうではないっていうところを今日確認をしてください。理由は、会社の秘書というのは、会社の顔ということでよく言われています。では、その会社の顔となる方が、どのようなスキルが必要なのか、ということが秘書検定の大きな枠になります。内容になります。ですから、会社の顔とされる方々は、どのようなスキルを身につけなければならないのか、ということを学ぶ試験が秘書検定と言われています。では、会社の顔とされている方がどのようなスキルが必要なのかというと、相手に良い印象を与えるというスキルが必要だということになります。ですから、会社の顔という方があまり良い印象が与えられないということになると、その会社は良い印象が相手に伝わらないということになります。ですから、必ず相手のことを考えて良い印象を与えるってことを常に考えて行動しましょうと。では、じゃあそのスキルが何ぞやというなったときに、秘書検定はそのスキルっていうものを定義して試験にしたというふうによく言われています。ですから、秘書検定というのは、相手に良い印象を与えることがどんなスキルかということを問う試験と思ってください。では、今度、相手に良い印象を与えるスキルってのはどういうものなのかについてご案内していきます。まず、相手に良い印象を与えるというスキルは、5つのスキルに分類して提示をしています。まず、1つは、表情。良い印象を与える表情ってのはどういうものなのか。ということです。2つ目、態度。どういう態度がいい印象を与えるかという内容です。3つ、立ち振る舞い。どういうふうに立ち振る舞ったらいい印象を与えるのか。4つ目、これは非常に重要です。言葉遣い。敬語という言葉遣いを当然使っていくわけですが、ケースバイケースによってどういう言葉を使ったら良いのか、またはその言葉を使うことによって良い印象を与える言葉遣いはどういうことなのかっていうのを考えていくということです。最後、5つ目、話し方。これも重要です。言葉遣いにも含めて言いますけども、どういうふうに話した方が相手に伝わるのか、または相手に良い印象を与える話し方はどういうことなのか、という話し方です。この5つのスキルをさまざまな場面に合わせて定義をしていく。相手に印象を与えるそれぞれの5つの内容はどういうことなのかっていうことを、会社に勤めた時の場面場面でスキルを求めていくというのが秘書検定の大きなスキルと言われています。ただし、この5つの内容を秘書検定のスキルということも定義しておりますが、一般的に言われているのは、この5つのスキルはビジネスマナーということでよく言われています。ビジネスマナーってのよく聞くかと思いますが、主に、
新入社員の方々の研修としてビジネスマナーというタイトルがよく使われて行っています。内容は実は秘書検定のこの5つのスキルから出ているということでよく言われています。ですから、あくまでも秘書検定を学ぶことによって新入社員が身につけなければならない、または社会人が身につけなければならないビジネスマナーを学ぶことができるということです。ですから、秘書検定イコールビジネスマナーということで定義はされています。ですから、必ず社会人になった時に必要とされている相手に良い印象を与える5つのスキルを学ぶことによって、皆さんは就職または入社後も非常に強い武器を持つことになるというのが大きな特徴になります。では、じゃあその良い印象を与えるスキルを習得することによって、今後皆さんどういったメリットが生まれるのかということについてご案内していきます。そのメリットになりますが、まず秘書検定を学ぶことによって、相手に良い印象を与えるスキルを取得することができます。では、相手に良い印象を与えるスキルを取得することによって、どういった時にそのスキルが活用できるのか。まずは、よく言われているのは、就職の面接。その面接試験というのがよく必ず会社の人事の方または役員の方々と面接をすることになります。その時には先ほどの5つのスキルを活用することによって相手に良い印象を与えることが可能となります。ということは他の秘書検定を学んでない方々に比べると皆さんとしては強い武器を持って相手にアピールすることが可能です。または就職っていう言葉が出てきましたのでお伝えをしますと、就職をする際、最近はエントリーシートという文書を提出することになります。その文書も秘書検定の中では相手に良い印象を与える文書の作成ということも行っていきますので、エントリーシートを記入する際にそのスキルを活用することも可能になります。ですから、大学生の方であれば非常に役に立つスキルというふうによく言われています。ではじゃあ就職の時だけかというと他にもメリットが生まれます。例えば就職した後になりますと、さまざまな取引先またはお客様と打ち合わせを行う形になります。そうするとやはり一番に注意をしなければならないのは相手に良い印象を与えるってことがやはり重要になってきます。では、どういった表情、どういった態度、どういった立ち振る舞い、どういった言葉遣い、どういった話し方というものをしっかり学んでおくことによって打ち合わせを楽に相手と話をすることができます。そういった時にも活用できるスキルだということです。さらには、もう一つ大きなメリットとしては、会社を入った後に、上司の方、または先輩とコミュニケーションを図りながら仕事を行うことになります。そうすると、やはり上司の方、先輩の方に様々な場面において、どういった言葉遣い、立ち振る舞い、態度っていうのを示すことによって、相手に良い印象を与えることができます。そうすると、コミュニケーションも円滑に運ぶこととなります。こういった時にも利用は可能です。で、さらには、それ以外となりますと、先ほど申しましたように、秘書検定は様々なビジネスシーン、いわゆる実例に基づいた試験問題となっておりますので、皆さんが入社後非常に役に立つ内容が多いということです。例えば、電話の応対の方法である内容も、秘書検定では行いますし、あるいは、メールですね。社外の人に対するメール、社内の人に対するメールの文章の書き方なども学んでいきますから、非常に入社してからも役に立ちますし、または、
就職する前にも役に立つスキルと言われています。ですからよく一言で言われているのは、さまざまなシーンで必要となる知識、社会常識が得られるというメリットが大きなメリットとよく言われています。ですから大学生のうちに取得をしておくと非常に役に立つ資格、知識とよく言われています。ですのでぜひともチャレンジをしていただいて、そのスキルを身につけていただきたいと思います。ではそのスキルを身につけるためには試験を受けなければいけません。ではじゃあ試験について今度ご案内します。試験の概要になりますが、試験は3級から1級までございます。ただし音楽では2級と準1級のみを行っていきます。理由は大学生という基準に立つと2級からということが協会の中でも示されておりますので、まず最初は2級、さらに準1級というのは就職を考えた上での準1級という、この2つのランクについて本学で実施します。ですので試験についても2級と準1級のみご案内します。まず試験内容になりますが、試験内容は理論と実技という科目に分けてあります。まあ理屈ですね。と、あとは実技、実際に実例にあった内容です。で、それぞれで6割以上取得して合格になります。どちらかが6割かけるとダメです。ただし、試験内容は先ほど言った5つのスキルから出題されてくる内容で、さらに5つのスキルを実際に実例にあった内容となっていますから、非常に問題としては解きやすいとは思います。ただ、学生の方ですと会社っていうことがあまり知らないので、その辺の実例を講義の中でしっかり理解することによって楽に覚えますし、または取った後に会社に入った後もその場面というのは出てくるはずですので、その場面で活用することができると言われています。ただ、準1級もこの後ご案内しますけども、2級も準1級も試験範囲は同じなんですが、試験形式が若干違って難易度が異なります。まず、2級の試験形式ですが、2時間が試験時間となります。で、90% がマークシートの択一になります。で、残りの 10% が記述問題。実際に記載をしていただくと。例えばどういう問題があるかっていうと、会議室の机の配置図を書いてくださいとか、あるいは宛名書きを書いてください、封書でどこどこ先に提出する宛名を書いてくださいとか、あとはこの言葉遣いで正しいかどうか、間違っていたら正しい言葉に直しなさいとか、そういったちょっとした記述試験になります。それが2級です。試験日になりますが、試験は実際に6月と11月と2月と協会を実施しています。ただ、本学では春向け試験として6月13日の土曜日、秋向け試験として11月の14日の土曜日に行います。試験時間は14時50分から受付開始となり、実質は15時からの試験の2時間になりますので、終了が主に17時になると思います。5時ですね、夕方の5時になります。試験会場は横浜キャンパスのみ行いますのでご注意ください。ただしこの試験日なんですが、内部用の試験となっております。実際の一斉試験、協会が行う一斉試験は日曜日ですから、6月で言うと6月の14日の日曜日、11月で言えば11月の15日の日曜日に行う形になりますので、協会のホームページ内に出ている試験日とはちょっと異なるって点をご注意ください。はい。で、続いて受験料と合格率。受験料は4100円となり、合格率的には全国平均が 48.9 ですから 50% 前後が主なんですけども、本学では昨年平均で 92.2% になりますから、非常に高い合格率を出しております。その理由はやはり皆さんの意識も高いっていうことも
当然ですし、やはり知ってるか知らないかという試験ですから、そのケースの内容の説明がしっかりと伝わっていれば受かる試験、理解していれば受かる試験になります。ですからしっかり学習をしていただければ合格できる試験とよく言われています。試験申し込み、これすごく重要ですのでご注意ください。6月春試験、秋試験が11月、それぞれ申し込み期間というのがございますので、その期間内に必ず申し込みをしてください。ただし講座、この後ご案内しますけど、講座申し込んでいる方については必ず講座の初日までに申し込んでいただいた方がいいと思います。ということはどういうことかというと、講座の申し込みと試験の申し込みは別々だということです。よく勘違いされてしまうのは、講座を申し込んだらイコール試験の申し込みが済んでるよっていう学生がいらっしゃるんですが、受講者の方がいらっしゃるんですが、そうではないということをご注意ください。ですからこの後講座の申し込み期間というのもご案内しますけども、その期間と受験の手続きの期間とは違いますので注意をしてください。ですから6月試験向けですと、試験の申し込みは4月8日から5月7日、これは2級のみになります。秋は9月の2日から10月の8日、これは2級と準1級になりますので、その点ご注意ください。今度は準1級の試験についてご案内します。準1級の試験内容、形式になりますが、内容は正直言うと2級と一緒です。範囲も一緒、ただし形式が試験時間も2時間で一緒なんですけども、筆記試験で6割が択一の試験、4割が記述ですから、2級に比べると記述が多いんですね。準1級はそこが難易度が高くなっているということです。ですから2級をしっかり学習で合格していれば準1級も受かりやすいというのが事実です。試験範囲は一緒ですから。ただし記述が増えるって点も注意してください。さらには筆記試験ということが書かれています。これが一次試験と言われていて、筆記試験を行って合格した方については面接試験っていうのが別の日程で行っていきます。これは1対1の面接試験で3つの質問に答えるという面接の試験になります。ということは、この秘書準1級の大きな特徴としては、この面接試験というのがあるんですね。ですから面接試験というのを受けておくと、先ほど申しましたように就職の面接試験の予行練習となりますから、非常に皆さんにとっては役に立つ内容になると思います。ですのでしっかりと2級を学習して、さらには準1級を目指していただいた方がよろしいかと思います。では今度は試験日は、準1級は秋の11月試験しかございませんのでご注意ください。11月14日で土曜日、11時50分からスタートで、試験は12時スタートになります。ですから11時50分から受付開始ということです。これ横浜キャンパスにて実施します。ただし二次試験、面接試験は1月の上旬となりますのでご注意ください。で、面接試験会場は受験希望地、いわゆる協会が指定した場所になっていきますので、希望は出せますが横浜キャンパスで実施しないってことだけ注意してください。で、受験料は5,300円、合格率的には全国平均4割前後と言われてますが、本学では昨年 78.3 ということで非常に高い合格率を出しておりますので、ぜひとも頑張って準1級を目指していただきたいと思います。続いて試験申し込み。試験申し込みになりますが、基本的には先ほどの秋試験と一緒になりますので、9月2日から10月8日までの間に試験手続きをしてください。なるべく講座を受講される方は初日まで申し込みをしてください。以上が試験の概要になります。さらに次は講座についてご案内していきます。まず講座の2級です。2級は横浜キャンパス、湘南平塚キャンパスで実施をします。ただし、
春向けと秋向けでそれぞれ違いますのでご注意ください。春向けは横浜キャンパスの場合には水曜コース、土曜コースとございます。湘南平塚キャンパスに関しては春コースのみとなります。逆に秋向けの2級は横浜キャンパスのみとなりますのでご注意ください。続いて春向けについてご案内しますと、5月の2日、横浜キャンパスのスタート日が5月の2日の土曜日で、水曜コースの土曜コースも一斉開校となります。ただし、その2日以降の日程は、水曜コースは毎週水曜日、土曜コースは毎週土曜日になりますのでご注意ください。湘南平塚キャンパスに関しての春向けは5月8日の金曜日開校で毎週金曜日になります。秋向けに関しては10月の7日の水曜開校になります。これは毎週水曜日になりますのでご注意ください。で、各コースの料金に関しては基本は1万6000円。一般の方ですと2万2000円。で、次です。申し込み期間になります。春向けは4月6日から4月16日が春講座向けの期間。秋。ですから、2級で言えば、横浜キャンパスの2級は6月22日から4月23日の間になります。申し込み方法は、人大で資格というホームページからの申し込み、またはそこの QR コードなどでホームページにアクセスしていただいて申し込みをします。不明点に関しては、キャンパスごと、横浜キャンパスの場合ですと、広報事業課1号館の2階、平塚キャンパスの場合ですと、平塚就職課の11号館の1階にて、ご質問等々、問い合わせ等々は対応しております。で、詳しい日程になりますが、はい、こちらの表になります。春向けと秋向けで分かれておりますが、春向けは先ほど言いましたように横浜キャンパスが水曜土曜コース、湘南平塚の場合には金曜日のコースのみとなります。で、さらに横浜キャンパスの場合には右下にも書いてありますが、通常は土曜で参加してるんだけども、土曜が出れないっていう場合には表に合わせて水曜日に変更することが可能です。水曜日のコースの方が土曜日に出るのも問題ありません。理由は水曜コースも土曜コースも講師は皆さん一緒となります。さらに平塚キャンパスも同じ講師。ですから、それぞれ春のコース3つに関しては同じ講師が担当しますので、問題はないと思います。さらに、もしも、まあそういった場合でも、もしも休んでしまった場合、特に湘南平塚キャンパスの方がお休みになった場合については、毎回講師から、前にやった、その行った講義の内容のテキストの内容、または資料の内容と、あと課題っていうものをメールでお送りしますので、それをしっかり復習していただいて、次来た時に質問していただくという形式をとっておりますので、まあ、なるべくご参加いただきたいんですけども、難しい場合にはそういった対応をしております。はい、で、秋向けの横浜キャンパスに関しては、毎週水曜日になります。で、最終日、それぞれ注意してほしいのは最終日なんですけども、6月試験ですと13日試験日ですね。試験日の試験の前の時間に総まとめを行います。それも横浜キャンパス全部合同になります。で、秋も同様、11月14日の土曜日が試験なんですが、その前の12時から14時を使って総まとめを行いますので、なるべくご参加いただきたいと思います。はい、こちらが2級です。では続いて準1級についてご案内します。準1級に関して横浜キャンパスのみとなり、10月2日の金曜日、毎週金曜日で開校します。料金は2万6000円が一般基本で、一般が3万円となります。申し込み期間は秋期になりますから、6月22から7月23。申し込みは先ほど言ったように人大資格のホームページからの申し込みになります。ではそちらに書いて毎週金曜日なんですけども、試験日の最終日だけ総チェックがありますので、時間は2級と異なりますのでご注意ください。9時から11時までということです。
そして試験、一次試験、筆記試験が終わった後、面接試験が1月の上旬、または中旬に行いますので、その間面接対策の講座もありますから、これがいわゆる就職試験の予行になりますので、しっかり出てもらって面接対策を受けて二次試験に臨むと。さらにはしっかり勉強して一次試験を合格するといった内容になりますので、まあ、ぜひとも準一級を目指していただいて頑張っていただきたいなと思います。以上が講座の日程の内容で、になります。はい。以上が講座の内容となりますが、ただ、不明な点、あるいは、確認したいことがありましたら、こちらです。横浜キャンパスの場合ですと、広報事業課1号課の2階、平塚キャンパスですと、11号課の1階の就職課の方にお問い合わせいただければと思います。以上が秘書技能検定のガイダンスになります。ありがとうございました。